だからキャンバスなんだけど、まあやってることはだから彫刻っていう意識なんだよね。小畑拓と言います、日本の埼玉県所沢市出身でそこで活動してます。彫刻家です。高校からダンス、ビーボーイを始めてダンスにハマって、でダンスを違う表現で、ダンスじゃない表現で表現したくて、まあ、彫刻を始めていて、だからダンスありきで、まあ、彫刻を始めているっていう感じですね。ドローイングなんだけど、すごい彫刻的な思考を入れたいっていうふうにどんどんなっていって、塗料を量として考えて、量を移動するっていうふうに、まあ、彫刻と同じように考えるっていうか、だからまあキャンバス、だから絵画として描くっていうより彫刻として描いてるっていうか、そしたらまあその量の移動っていうのがどん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 こうエスカレートしていって、キャンバスで、まあ、例えば2枚同時に描くんだけど、2枚白いキャンバスを置いてカービングとモデリングをまあ同時にやる。で、量がその片方の最初に決めた量から塗料はこっちの何もないキャンバスに移動していくっていう。で、それもその塗り重視で描くし、すごい直接的に自分の手の動きが反映するから、よりダンスにも近くなってくるし、すごいダンスでもあるし彫刻でもあるっていうか、その移動性が、そう、それがなんか全部含まれたことをできるようになったっていうか、そう、自分では予想ができない形が生まれてきた時にすごいワクワクするし、もうなんか、まあ、ちょっと自分で笑っちゃうみたいな、作りながら、そういうところはあるかな。だからね、反動なんだよ、結局。その彫刻でこう気使うのに、ドローイングでまた気使ってたら、もうやっぱ苦しくなっちゃうから、こっち精密にやるんだったらこっちはもうノリで、だからストレス発散にもなってるわけで、こっちをやってるとまた今度はちゃんとやりたくなるとか、両方にとって意味が、なんていうの、いい効果があるっていうか、その書きながらどんどん変化していくのが面白いし俺も楽しみだから、面白い、どんどん広がっていくからキリがないんだけど